ましてインターンシップ生の村上と申します。今回はカードゲームであるバイス・シュバルツの環境について私の考えを話していこうと思います。先に言っておくと、私は別に有名プレイヤーでも何でもないただの1プレイヤーであるので、その点はご了承ください。今回は使用制限、2020年2月1日に施行されたカードの使用制限の変更とそれに関するタイトルについて主観を交えて解説していこうと思います。まず、カードの使用の制限に関するルールでの変更点は、ニセコイの、乙女心マリカが1枚制限から2枚制限に緩和、物語シリーズの一心同体パートナー、の、忍が3種選抜から外され無制限になりました。サンシャインのフィレスが青のフィレスが新たに4種選抜に指定されて、ケモフレの、力を合わせてどっこいしょと、カフェの店員アルパカスリが新たに2種選抜に指定され、フェイトの仲良し3人組と共に戦う覚悟白、暁の4ルックのイリアで、ギジリフの、リン&アーチャーの 2種類が、5種選抜となりました。この中でも特に影響は大きそうなのが、やはり新たに制限カードを出したタイトルであるケモフレとフェイトであると思います。この2つのタイトルについて詳しく説明すると、ケモフレは、サイコの願いのような、回復のイベントカードであるカードで、イベントカードが1枚と、アルパカは、登場時に 1000パンプできる効果と、あと地震レストで控えのフレンズをストックにブーストすることができる効率のカードになっております。この2枚のカードをうまく使うことによって、レベル2体から圧縮や回復を行い安定してゲームを進めることができるというのが利点でした。次に、フェイトの5種選抜です。こちらはかなりか、影響がでかそうです。フェイトは、3コストで、クロックの任意のカードを3枚選んで控室に置くことができるイベントカードと、他のマスターに山札アンコールを付与できる白ネームを持っている攻略キャラ、そしてデッキの回転率と安定性を向上させるマスター限定の赤すぎ互換、そして先ほど言った山札5枚以下だったら疑似リフレッシュを行い、その後1枚引くという効果を持ったキャラですの 2種類ですねの5種選抜となっております。キモフリは今回の規制で耐久力も少し削られましたけども、規制されたカードがまあ実質どちら片方だけなので、まあ、そこまで痛ではないかなと思います。フェイトは、今回の規制で大幅な制限規制を受けましたが、まだ、マスターに山札アンコールを付与できるが、まあ、自身はサーバントであるアベンジャーというカードと緑限定の暁互換がいるので、思っているよりかはダメージは少ないと思います。しかし やはりまあデッキパワーは落ちるので環境からは落ちてしまうと思います。次に、他の説明していないタイトルですね。最初にニセコイですね。ニセコイはマリカが、1枚から2枚に増えましたが、やはりパワーラインが低すぎて今の環境だと安定して効果を使うことは難しいので、環境に入ることはないかなと思います。1体もパワーラインが低くて、やはり修羅場じゃ反応が増えそうにもないので、ただ、最近昔のタイトルが追加されたりしているので、もしかしたらまた追加が来てその時には環境を取るかもしれません。マリカのパワー自体は結局まだ全然強いので、それ次第だなと思いました。次が、
物語ですね。物語が、経験4達成した時に使える、暁ご飯ですね。こちらはまあ暁ご飯ご飯っていうだけで結局強いんですけども、やっぱり物語自体のパワーラインが低いのでパナ関係は取れないかなと思います。その次に、今度は規制の方ですね。規制が、サンシャインはフィレス互換、まあ、フィレス互換の効果とあと盤面条件で、ワンドロワンディスを行うカードが規制にかけられました。で、自信レストで手札1枚切ってでやる、後列のレ、後列のレベル5円のキャラがいるんですけど、そのカードとの相性が良かったので、まあ、ちょっと痛い規制になりましたけども、まだフィレス交換自体は最新弾のやつで追加されたやつがいるので、まだまあ前線パワーはあるとは思います。で今回はこの辺で終わろうと思います。この動画が気に入れば、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。